フリッツ・カペラリは、オーストリアの版画家。松島・セイグルブート1915年本名は、フリードリッヒ・カペラリと言った。オーストリア南部のケルンテン州ブライブルクに生まれる。1911年に、来日、1914年7月に勃発した第一次、世界大戦の影響により、帰国することができず、そのまま日本に滞在していた。 その間1914年には在日オーストリア、ハンガリー大使館において日本の風景を題材にした古典を開催しており、その出品作の中に、後の新版が掘り端の松の原画となったのではないかと見られる、お掘りの松という作品があった。日本では赤坂氷川町の日本家屋を借りてアトリエとしており、1915年に開催された国民美術協会展にも、 油彩画を出品している。同年の春、新しい絵の参考になるような複製の浮世絵を探し求めて、当時、京橋にあった渡辺版画店を訪ね、そこで初めて渡辺章三郎と出会った。この時、渡辺章三郎は彼に木版画の制作を進めたと見られ、その場で二人は、意気投合、カッペラリは、渡辺章三郎から、複製浮世絵や筆を提供されたと言われる。 そして、十二点のカペラリによる木版画が制作され、ここに新版画が誕生したのであった。渡辺翔三郎から複製の浮世絵をもらったカペラリは、それを見ながら死体を完成させ、まずはじめに、駿河台のスケッチをもとに、宇宙女学生のキロノズという作品を試作した。この作品が記念すべき新版画の第一号であった。これに続いて、黒猫を抱えるラジオ、 雪中の女、女に戯れる賃、鏡の前の女などを次々と版画化していった。これらの作品は戸惑うりしすり氏を特例しながら制作されたものであった。そのうち、女に戯れるにや、鏡の前の女の構図を見ると、女性の立ち姿や物の配置、背景がない点などは、鈴木春信の西絵を思い起こさせる。また、ザクロに、白鳥という課長がは、 伊藤若冲を意識していたと言われ、1916年に制作された枯レ野の富士には、葛飾北斎の外風改正などの影響が強く感じられ、前景のぼかしすりに筆を使用し、空のすりには刷毛を使って、汚線を出すなど、新しい技法も見られる。さらに、強さに欠けるような線や、ザラすりと呼ばれるバレンの跡をわざと丸くつける手法も取り入れている。なお、ザクロに、 白鳥と枯野の,の富士は1916年に上野の美術館で開催された国民美術協会展に橋口五用の浴場の女と共に出品された。このように浮世絵の影響が強く感じられる美人が風景画、花鳥画を制作していたカペラリは1921年日本を離れた。そして10年の間ヨーロッパを旅行した後1932年に アジアに戻ったが、木版画は作らなかった。ご半生、彼は、故郷のブライブルクに住み着いて、カリンシアアート協会に加わっている。ありがとうございます。